大崎市に東北で初となるイノシシ専用の食肉処理加工施設が完成しました。農作物被害の軽減とジビエの特産化を目指します。今日は施設の完成見学会が開かれ、市の職員や地域住民など70人余りが参加しました。完成したのはイノシシの肉を加工するジビエ食肉処理加工施設です。国の鳥獣対策交付金を活用し、2億3000万円をかけて大崎市岩出山の廃校した小学校を改修して整備されました。大崎市では2016年度に捕獲されたイノシシはゼロでしたが、ここ数年で急激に増え、昨年度は373頭に上りました。これに伴い農作物の被害も確認されていて、市は加工施設の完成により捕獲を推進するとともに、大崎ジビエとしてブランド化を目指したい考えです。地域資源として有効活用していくと、資源としてこれを食文化として育てていくと、そのことが地域を元気にしたり、これからの地域のありようというものの一つの方向性を出してくれるのではないかと思っておりました。施設では5年後に年間500頭の処理を目指します。